こんにちは。ファイブスター子供スクールの阿部と申します。本日はですね、この動画は今ファイブスター子供スクールでやっている特別企画ですね、インタビューシリーズというのをやっています。そのご案内になるんですけど、もともとですね、このインタビューシリーズをなぜ始めたかというと、親御様からですね、例えば、私が、男性っていうのもあるので、女性でお仕事も、家事も頑張ってる人のインタビューを聞きたいとか、女性としての輝き方とか生き方とか、そういうのも知りたいと、あとはライフワークバランスとかだったり、女性起業家さんの幼少期どういう育ち方をしたのかを聞いて自分のお子さんの子育てに生かしたいとか、そういうことがあったんですね。ですから、私が単体で女性起業家さんにインタビューしているものもありますし、私ももう一人ですね、浅井さんという、もともと美容系の PR 会社で勤めてた方なんですけど、その方が女性としての輝き方っていうインタビューをして、私が幼少期の話を聞いて親御さんに届けていくっていう企画をやっております。で、私とか浅井さんがどういう人間なのかっていうのはこうコメント欄に見ていただければと思いますし、またコメント欄にね、ファイブスター子供スクール の、 お知らせページを載せておきますので、そこにたくさんのインタビューページ載っておりますので、ぜひご覧いただくと、ご自身のね、生き方のヒントにもなりますし、お子さんの子育てのヒントになると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それではコメント欄の方チェックしてください。ありがとうございました。